神楽秋本編実況スタート。男が素直になれない理由って何だと思いますか？一言で言うなら照れ隠しが大半な気がいたします。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンバトリがテーマの作品で、主人公の名前はクソガキユイと名付けてプレイしております。今回から神楽秋本編ストーリーをお送りするわけですが、ツンデレ系な彼と上手に接していく上で、あ、今の照れ隠しだなとその都度思えることが重要になりそうな予感です。メインストーリーをシーズン4まで終えてみて、気になる人物から優先的に本編実況していく方針ですが、こちらの神楽くんはヒロインたちと共に七死事件を戦ってくれた一方で、ご自身のお家騒動とも戦っているキャラクターでした。デザイナーを務める傍らで、おじい様が会長を務める会社の後継ぎ候補者でもあって、その後を継ぐには自分の好きなデザイナーの仕事や情報やレベルとしての活動を両立していくのは難しいのではないかという問題に直面していました。いわばメインストーリーの裏側で起こっていた話なんですよね。すでにそれだけでも気になる内容ではありますが、そこに強がりな神楽秋くんのキャラクターとしての魅力も加わってくるわけです。優しいからこそ自分にも他人にも厳しい、そんな姿をヒロインがどう汲み取っていくのか、注目しながらご覧いただきましょう。神楽秋本編、ついに開幕です。というわけで、こちらがね、神楽秋くんの本編ストーリーの画面となっております。すべてニューマークがついておりますので、私も中身はまだ知らない状況です。第1章の途中まで、現時点では公開されておりますが、一番上の第0章プロローグから見ていきましょう。こちらね、ストーリー 1-1、 早速ご覧いただきましょう。どうぞ。とある有名高級ホテルの最上階、一般宿泊客が立ち入ることのできないエリア。限られた人間しか足を踏み入れることを許されない小さなバーがあった。レベルが集うバーかな。ちょっと面白いネタ仕入れちゃった。面白いネタ？ハトリがそういう言い方するときって大抵ろくな話じゃないよね。面倒事だったらパス。マキはそう言うと思ったけど、これは一応共有した方がいいかなって。だったらもったいぶらずにさっさと話しなよ。一体何なわけ？カグラはせっかちだね。ハトリが回りくどいだけでしょ。ハトリ、間延びしたやりとりを静かな声が引き締めた。共有すべき話なら聞こう、話せ。大谷は楽しむように面々を見渡しておもむろに口を開く。薬効体質だよ。薬効体質ってあの都市伝説の？そう、複数の薬効に耐性を持つ人間、それが実在したって話。確かなのか？どう思う？不確かな話ならお前はここに持ち込まないだろう。ま、そういうこと。名前はクソガキユイ。若い女の子だってさ、ヒロインのことを指していますね。ちょうど職業が薬剤師だってことで、マトリがすかさずリクルーティングしたらしいよ。その子が承諾したかはわからないけど。災難だね、その子も。ちょっと興味ない？どんな子なのか。全然。ハトリ、変なちょっかいかけるなよ。変なちょっかいなんかかけないよ。面白い子だったらお近づきになってみるのもいいかなと思ってるけど。はぁ、もういい。今更ハトリがどこの女と何しようがどうでもいいけどさ、僕らにとばっちりが来るようなことはやめてよね。特にマキにでしょ。わかってるよ、ほんと過保護なんだから。ああ、アキ乗るなって。ハトリもやめろ。はいはい。でどうする、檜山？必要ならお近づきになってくるけど。檜山は逡巡するように指先で顎をなぞって、今はまだ下手に動くな。薬効体質が確かだとしたら情報戦の要になる。精査した方が良さそうだ。そう、ま、檜山がそう言うなら従うよ。俺たちはひとまず生還ってことで。ああ。
ニコリともせずにそう言うと、檜山はそっと窓の外に視線を移した。ただその時が来れば接触することもあるかもしれないな。楽しみに待ってるよ、その時を。こんな導入で始まっていくんですね。そのまま第一章に向かっていきましょう。この世界はネバーランドじゃない。どんな子供も大人になるし、始まったものはいずれ終わる。なんだって限りがある。だからこそ、いつだって今を後悔しない道を選んでベストを尽くしていく。こういう考え方は大事だよね。他の誰でもない、僕が選んだ人生を生きてゆく。アキくん目線なんですかね。そしてコロンと音が鳴りました。響いた小さな物音にゆっくりとまぶたを上げる。握っていたはずのそれが床へ落ちた音だと気づくのには少し時間がかかった。集中力切れてきたと思ったらもう昼過ぎか。拾い上げたコバルトブルーの鉛筆をペン立てに戻してスケッチブックを閉じる。数時間ぶりに伸びをした体はすっかり固まっていた。少し早いけど着替えて出る準備しようかな。その前にミランダのドレスの仕上がりのチェックと来月のスケジュール確認、移動中に急ぎのメールだけ処理して。留守電入ってた新宿店の件、はいいや。会議の前に直接顔を出そう。忙しそうだね。この後の予定を頭の中で整理しながら、その隙間に輪郭のぼやけ切ったデザインを浮かべては見送る。できれば今日イメージラフだけでも持ってきたかったんだけど仕方ないな。まあ会って話してるうちに何か浮かぶかもしれないし、そういうこともあるんでしょうね。アキさん、作業中にすいません。今少し大丈夫ですか？いいよ。何？それから少し間があってもう一度部屋のドアがノックされた。アキちゃん。え？この声って。扉の向こうで僕の名前を呼んだのは聞き覚えのある幼い声。まさかと思いながらドアを開けた瞬間、チャオ。うわ、ちょ、危な。何の迷いもなく飛びついてきた小さな体を慌てて抱き止める。わーい、アキちゃんだ。やっぱりエマ。誰でしょうね。ってことは急にごめんね。彼女ですか、元カノですか、誰ですか。久しぶり、アキくん。姉さん、何やってるの。お姉様でしたか。まあでも確かに目の色とかも一緒ですもんね。髪の色も近いですし、まあ似てますね。え来ちゃった。お姉様登場です。この上なくのんびりしているのにフットワークが羽より軽い。この人のやることはいつだって何だって突然だから困る。ふっかるお姉さんですね。いつも言ってるけど来る前には連絡して。ギリギリまだいたから会えたけど、僕も出るところだったんだからね。あら、そうだったのね。間に合ってよかったわ。いや、そうじゃなくてさ。というか姉さんたちが帰ってくるなんて話誰からも聞いてないんだけど。びっくりしちゃった。ドア開けてイタリアにいるはずの人がいたら誰でもびっくりするでしょ。一応ね、空港に着いた時にメールはしたのよ。お仕事中だったら電話は邪魔しちゃうかと思って。言われて確認したスマホには確かにいくつかメッセージが届いていたけれど、おはよう、アキくん。私今どこにいると思う？ヒントは日本です。クイズ形式にする意味がわからないし、ヒントっていうか答えだし。今日何度目かのため息を紅茶で飲み下した僕とは反対に、膝の上で機嫌よくお菓子を頬張るエマはほーっと息を漏らした。めいっ子ってことだね。チョコはとっても美味しいね。相変わらず好きだね、チョコ。アキちゃんも遠慮せずによく噛んで召し上がれ。はいはい、ありがとう。ほら、よそ見してるとこぼすよ。エマが選びそうなものをなるべく避けて一番端の小さなキューブをつまむ。数回も噛まないうちに溶けたチョコを飲み込んだ後、いいチョコレートだねきっとね、これね。向かいでニコニコしている姉さんに僕は改めて切り出した。それで
はい、なーに？なーに、じゃなくて、なんで突然帰ってきたの？一郎さんの仕事の都合？ううん、今回はね、私の都合なの。だから寂しいけど、パパはお留守番なのよね。ねえ。姉さんの都合？ママはね、ハー君を助けに来たのよ。え？ハー君。エマがそう呼ぶ相手を僕は一人しか知らない。実はね、姉さん、ハトリ君にちょっと頼られちゃったの。ああ。そしてやってきた出先にも女の影。一体誰なんでしょうか。へえ、ハトリ君のとこで仕事？らしいよ。ほんと寝耳に水もいいとこなんだけど。風が吹くたび歯の影が揺れるいつものテラス席。テーブルの上にはコーヒーとカプチーノ。いつも通り近況報告から始まった月一のお茶会。月一の恋人ということなんでしょうか。会話の流れで姉さんたちの帰国を伝えると、メグは自分の話そっちのけで二人のことを聞きたかった。新事業の立ち上げを複数言語の通訳として手伝うんだって。ああ、なんか言ってたね。この間ハトリ君の家でご飯食べた時に、多国籍企業に向けた新しいシステムの開発がどうとかって。よくわかんなくって聞き流しちゃったけど、うん、ハトリ君はね、 IT 企業の社長さんだもんね。聞き流したっていうよりほぼ聞いてなかったでしょ。ベロベロすぎて、うん、悪酔いするタイプなんですかね。あの日のムートン、ほんと美味しかったな。また同じの置いといてもらおう。今度はマオリさんも一緒に飲もうよ。いいけど、そうなるとエマも一緒だから、何本も開けるのはなしだからね。あの地獄絵図、4歳児に見せたくないから。面白いのに。特にハトリ君とアキちゃんが。笑顔でクッション撫でてた男と一緒にしないで。あ、ちょやめて、メグそのネタ弱い。ハトリ君の酔い方意味わかんなくて、ほんと好き。毎回酔えばいいのに。笑いながらメグはカップに口をつける瞬間、少しまぶたを伏せた。普段はあまり意識しないけど、こうして同じ仕草をするところを見るとやっぱり似ているなぁと思う。うん、ハトリ君のご兄弟なんですかね。まあ、確かにこのポーズしますし、赤髪ですし、同じような目をしていますもんね。妹さんなのかな。まあ、お酒はありでもなしでもいいから、しばらく日本にいるなら会いたいな。というか、ここ一緒に来てくれたらよかったのに。いや、今日はメグと大事な話したかったから。そうなんだ。コーヒーカップをソーサーに戻して、静かに少し右へ避ける。僕が切り替えたのをメグはすぐに察して、まっすぐ目線を合わせてきた。察しがいいんだね。オファーしたい仕事がある。そんなにかしこまるってことは大谷めぐるにじゃないよね。うん、やっぱり大谷のせいでしたね。メグへのオファー、うん、アパレル関係の人なんですかね。うなずいて用意していた資料を手渡す。その表紙に印字されたタイトルを見て、メグはふっと笑った。やっぱりこの話じゃないかなって思ってた。例の辞退した人の穴、結局アキちゃんが埋めることになったんだ。そう、この間正式に決まった。ネクストコレクション、国内で活動している若手デザイナーがテーマに沿って独自の世界を見せるファッションショー。僕がずっと形にしたいと思っていた企画で、自分がデザイナーとして参加することは絶対にないと思っていたステージだったけど、あのショーに中途半端なデザイナーは出さない。だから僕も参加するからには中途半端な仕事はしない。だろうね。メグがショーモデルとして復帰する気がないのは分かってるけど、その上でどうしても受けてほしいと思ったから頼んでる。何着てほしいの？まだデザインは決まってないけど、ラストのドレス。これだけは絶対メグ以外に任せられない。もう一度だけ、クッカのモデルとしてランウェイを歩いてほしい。いいよ。表紙抜けするほどあっさりと、でもはっきりとメグは返事をした。やる。そう、ありがとう。
めちゃくちゃホッとした顔してる。何、メグが断るとでも思った？断られたらどう説得するかはいろいろ考えてた。つまり引き下がる気はなかったわけね。言ったでしょ、今回はメグにしか任せられないって。嬉しいこと言ってくれるよね。まあメグもクッカの大事なショーを他のモデルに任せる気ないよ。うん、知ってる。でも一つ貸しだからね。それも分かってるよ。僕が返さなかったことないでしょ。期待してる。じゃあよろしく。こちらこそ。うん、いい関係性なんだね。ねえアキちゃん。何？これで最後にするの？週末の予定でも尋ねるようなごく軽い問いかけだった。あえてそうしたのだとわからないくらいの絶妙な軽さ。さすが羽鳥くんのご兄弟だね。だから何をという主語を持たないその質問に僕も軽く返した。そのつもり。そっか、了解。じゃあこれが終わったらそろそろ正式にあれって感じかな。タイミング見てたけど。だよね。はぁ、筋肉を好き放題に堪能できる生活もとうとう終わりか。悪かったね、筋肉なくて。大丈夫だよ、メグにはちょっとよくわかんないけど、アキちゃんみたいに薄い男が好きな子もたくさんいるから。元気出して生きてこ。あのね、言っとくけど僕別に薄くはないから。うん、痩せてる男性ほど気にしていますからね。気をつけて接していきましょう。え？薄いよ、和紙だよ。脱いでも絶対すごくないもん。うるさいな。脳みそまで筋肉でできてる人間より和紙の方がマシでしょ。和紙って自分で言った。さてと、じゃあ話もまとまったことだし今日はこのぐらいにしとこうか。アキちゃん、これから会議なんだよね、本社。そう、でもその前に新宿寄るから帰るなら乗ってく。ちょっとブラブラした後適当に誰か呼ぶから平気。うん、男はいっぱいいますよってことなんですかね。うん、アキくんからすると意識する相手になってくるんですかね。まあ相手にされてない感じもありますが、恋敵になっていきそうですね。移動中に済ませたい電話とかもあるでしょ。うん、こういうところも察しがいいしね。ああ、うん、ごめん、ありがとう。いいよ、じゃあお先に。ごちそうさま。うん、また。美しい所作で立ち上がったメグは迷いのない足取りで出口へと歩いていった。その完成された後ろ姿にちょっと笑ってしまう。あんなに華奢なのに相変わらず走ってるオーラは完全に肉食動物だよね。メグは自分の知ってる中で一番美しく歩く人間だと思う。うん、かなり評価も高いんだね。隙がなくてしなやかさと意志があって、どんな服にも着られない強さがある。だから着せたくなる。あ、ちょっと来たかも。ふとメグの後ろ姿に一着のイメージが重なる。それを逃さないように頭の中で形にしながら僕はスケッチブックを取り出した。店を出たらデザインのことは一旦忘れて、この後の仕事に向けて頭を切り替える。すごいね。だからそれまであと5分。タイムリミットを確認してからざっと全体のシルエットを描き出す。うん、ずっとどこか重かった手が少しだけ軽さを取り戻した気がした。うん、こういう切り替えが難しい仕事なんでしょうけどね。無事にイメージを書き起こした後、向かったのはフォリロ新宿店。うちの系列の中でもトップの売り上げを持つブランドの旗艦店。その向かいに競合ブランドの新店がオープンしたのは先週のことだ。さすが新宿、激戦区なんですね。先週田口からこの世の終わりみたいなメール来てたからどうなってるかと思ったけど、思ったより影響なさそうだね。最初は向こうの客入りが結構すごくて、でも幸いここ数日は落ち着いてきましたね。週末はまたどうなるか分かりませんが、さっき向こうの店舗覗いてきたけど、置いてるもの見る限りは真っ向から客の取り合いするつもりはなさそうだし、昨日までの数字とこの店の感じならそんなに心配しなくてもいいんじゃない。スタッフがかなり頑張ってくれているので、特にやっぱり彼がすごいですね。ん？視線で示された先にはちょうどバックヤードへと下がっていくところだった小柄な背中。
チラッと見えた横顔を含めてどう見ても彼じゃないと思ったところで、そういえばと思い出す。ああ、例のすごい売るアルバイトの子。ええ、河合くんです。そっか、ここで河合光くんと出会うわけですね。彼じゃないと思ったっていうのはね、もう女の子に見えるぐらい可愛らしいってことでしょうね。移ってきてまだ一月ですけど、多分今月売り上げトップになるんじゃないかな。そう、じゃあ少し店内見たら出るから、また何かあったら相談して。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ここ数年伸び悩んでいたユーカムの月売上をほぼ一人で2倍にして、こっちに来てもね、半月でトップになるぐらいだから、まあ、同じペースで今も頑張ってるってことでしょう。全くカラーの違うフォリロに引き抜かれた大学生。ちょうどよかった。どんな接客してるのか興味あったし、なんなら少し話して。あれ、ここでヒロイン登場ですね。そこで試着室のドアの隙間からそっと顔を出して様子を伺っている一人の女性客に気づく。まさか誰もついてないの？とっさにフロアにいるスタッフを確認したけれど、全員接客中。ただカウンターの奥で電話中の女性スタッフがまずいという顔をしていた。あの子か、電話代わって接客に戻らせないと。あ、けれどそこで目が合ってしまった。女性ブランドの店に一人で来ていた男性客が試着室をジロジロ見ていたなんて印象を残すわけにもいかない。お疲れ様でした。申し訳ありません、先ほどのスタッフがただいま電話対応中で、まもなく戻りますので。いえ、すいません、ありがとうございます。もしよろしければあちらの鏡でもお姿ご覧になってください。あ、はい、じゃあ失礼します。少しためらいながら出てきた彼女が試着していたのはサックスブルーのパーティードレスだった。先月出た新作かって。ちょっと待った、よく見ると背中のファスナーが上がりきっていない。なんで出てくる前にチェックしないわけ？ただでさえ背中開き気味のデザインなんだからまずいでしょう。これがプライベートなら上がってない、だらしないと言えば済む。でもここは接客だからね。でも接客のプロではないからね、デザイナーさんだからね。でも初対面の女性客相手となるとさすがにそうはいかない。お客様。はい。お背中のリボンが少し緩んでいるので整えさせていただいてもよろしいですか？あ、すいません、お願いします。失礼します。この子メイクにも髪にもあんまり構ってる感じないし、全然パッとしないけど、骨格と姿勢は悪くないな。そんなことを思いながら別に緩んでいなかったリボンをほどいて結び直したところで一呼吸置いて尋ねる。ファスナーのホックもお止めしてよろしいですか？え？その瞬間彼女がぎょっとしたようにこっちを振り向いた。すいません、止まってなかったですか？お見苦しいところを。大丈夫です、自分でやります。ああ、いえ。今更慌てたって仕方ないでしょ。というか恥ずかしいことだって分かってるなら最初からチェックしなよ、もう。けれどよっぽど焦っているのか、わたわたと後ろに手を回した彼女の指先は一向にファスナーのチャームに届かない。ああ、もう見てられない。もう少し右ですね。右。ああ、ファスナーを無事に上げた瞬間、彼女の顔がパッと明るくなる。そのままホックを止めて僕に向き直った。ありがとうございます、助かりました。ん？もしかして他にも止まってないものあります？ああ、いえ、失礼いたしました。この子さっきから何かに似てると思ったけど、わかった、姉さんのところの近所の犬だ。服部本編でもペット扱いされていましたが、ここでも犬扱いされていくんですね。すいません、お待たせしました。あ、いえいえ。では私はこれで。はい、ありがとうございました。その前に八木さん、ちょっと確認させてくれる？こっちのカットソーなんだけど。はい。
彼女に背を向けた上で少し距離を取ってから声を潜めてスタッフに確認する。あのさ、彼女が今履いてるエナメルのパンプスなんだけど、もしかして今日買うドレスに合わせて履こうとしてる？あ、そうです。ご友人の結婚式とのことで、黒なので割と何でも大丈夫かなってお話はしてたんですけど、全然大丈夫じゃないから。少なくとも今着てるやつには死ぬほど合わないどころか、うちのドレスがダサく見える。決めるのは本人だけど、あの靴にあのドレスが合うって案内するのは絶対やめて。申し訳ありません、承知しました。とりあえず履いてるだけの可能性もあると思って我慢してたけど。本気で合わせる気だったわけ？ありえないから。ん？ごゆっくりご覧ください。デザイナーとしてのプライドがありますからね。今日店に並んでた中で選ぶなら、まあ、あの一着だと思うけど、あの子の雰囲気ならフォリロのドレスよりもっと。信号を待ちながら無意識にデザインを考え始めていた自分に気づいて、そこでやめる。いや、あんなセンスのない子に構ってる暇なんかないから、さっさと忘れよう。きっともう会うこともない彼女の立ち姿を最後にもう一度思い出す。やっぱり悪くはなかった。そう思いながら僕はまた歩き出した。というわけで、今回は神楽秋本編ストーリーにてヒロインと出会うまでのところをお届けいたしました。今回は一番上のプロローグと第一章のストーリーゼロの 3-1 途中までお送りしました。 3-2 はちらっと覗いたらまた場面が変わっているようだったので、次はまたそこからのお届けです。キーパーソンになりそうな大谷めぐるさんのことを調べてみたところ、羽鳥くんの妹というわけではなくいとこのようですね。25歳のキャラということで、神楽さんの一つ年下になりますね。そんな恋敵との関係性も気になるところですが、ストーリーゼロのタイトルは始まりの結び目。まさかの形でドレスの結び目を直すところからヒロインと出会い、そして再会していくであろうストーリーに期待しながら、次回をまたお待ちください。さて、そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。